はい、皆さんこんにちは。ロワーキスシンです。今日は声が出ない。全然声が出ないんです、朝から。今日は撮影日ってずっと決まってたんですけど、全然声が出ないんで、今日は特別ゲストの井出ちゃんに全部お任せします。ダメだ、もう長崎さん全然ダメだよ、もう全然喋れない、もう。皆さんこんにちは、フラワー TV です。実は今日記念すべきフラワー TV が100万回突破したんだよ。なんかそれ運命じゃないだからまあなんつうの、ちゃんとした声の時にもう一回新しいのってさ、みんなの前でまあ撮り直しじゃないけども、やるとしてもとりあえずね、今回思い出との意味も込めて、そうですね、僕が、ラッピングしたものをそのおめでとうの意味を込めて中塚さんにプレゼント。いや俺ね、花束プレゼントされたことなんもないよね。ないよね。うん、俺もないもん。だからまあ今度長野の時長塚さんから俺もらうから、その時またそこで紹介してもらえれば。わかりました。じゃあ今日は花束をプレゼントしてくれるってことで。そうです。で、長塚さんね、ちょっとこんな声だから、ね、まあちょっとはけてもらっても構わないし。僕はね、はけます。で、あげる時まで登場してもらえればいい。わかりました。その代わりまたね、下々のキャラクターがもしかしたら登場するかもしれないので、そうですね。その辺でまた。今日は100万回記念だから100万回記念だから特別飛び珍獣が現れるかもしれないし、珍獣ゲストが。わかりました。じゃあとりあえずよろしくお願いします。これから作っていきます。よろしくお願いします。皆さん、はい、僕ははけます。でははい、はい、では始めていきたいと思います。まあ今回結構誰でもできるような簡単な、もうすぐ母の日っていうのもあるんで、まあ、長崎さんにあげる花束って言ってるんだけど、母の日もあるんで、まあ、みんな誰でも手に入るカーネーション各色、あとこの葉っぱ、あとはこのペーパーだけで、ラウンドタイプの花束をラッピング付きで作っていきたいと思います。まずワックスペーパー、あんまり僕は使わないんですけど、ワックスペーパー。これで、何がこのペーパーの売りっていうのは、これよくみんなこうやって、くしゃくしゃして、伸ばすと、この、見えるかな？このシワクチャな加減、こういう雰囲気、これがいいって使ってるお花屋さんも結構あると思うんですよ。でこれをまあちょっとなんていうのね、このまま使うんじゃなくて、この空いたラッピングでこうやって空いた棒、これをね、見えますかね、ちょっともう一回巻きつつ、はあってね、ちょっとね、雑巾絞るようにね、ちょっとこうやって縮めていくんですよ、巻きながら。こうやって。痛え。ちょっとね、この辺で筋肉使う。でね、抜くんですよ。抜いて、ちょっとね、こうやってね、ゆっくり、この、なんていうの、ちょっと、いやらしい手つきで、こうやって、こうやってね、やっていくとね、こうやって、わかりますかね。なんかこうやって蛇腹のね、ちょっとドーナツっぽい、ちょっとふっくらしたこういう側ができてくる。これをもうちょっと伸ばすともうちょっと長くなる。見えますかね、こんな感じ。ただこれだともうこんだけのものしか入らないんで、こういうパーツを何個もそれ合体させるために、あとはこれだけじゃつまんないんで、これもこういったちょっと柄のちょっと具合が違うんだけども、こういう普通のペーパーとかじゃなくて、ちょっと紙タイプのものもワックスと同様でちょっとやりやすい素材なので、一回ねこうやって丸めてちょっと柔軟にこうやって柔らかくしていった方がジャバラクールにやりやすい。でこれもさっきと同じようにこうやって。丸めながら絞っていく。ふわっふわっあっよいしょ。でこれも同じようにこの蛇腹の丸みを潰さないように優しく優しく、時にエロく作っていくと同じようなパーツが出来上がります。これをねちょっと何個かこうやってさっき多いの作ってって、これでラッピングのペーパーのパーツ先に作っちゃいます。でこれからお花を入れていきたいと思います。もうね、ペーパーのこの部分ですね、この端っこのちらほんと出てる部分、握りやすいところにも勝手にもう自分で作っちゃってください。ここでお花をと葉物を入れながら。見えますかね、ちょっと見やすいようにこうやって作っていきますね。で今度は違う素材のペーパーを巻き込みながら刃物を入れつつ、なぜ刃物を入れるかというと、そのつなぎ目というかペーパーとペーパーのつなぎ目、花とペーパーのつなぎ目に刃物を入れることによって色のクッションをつける。なるべくこうやって整えながら巻き込む。で今度ここに欲しいと思った時にもうこんな格好悪い格好になるので、これを単純に入れやすい角度に持ち替える。でここに欲しいのクッションを入れましょう。ちょっともうこっち色をくるって回す。どうですかね、お花の本数はそんなでもないけどかなり。これで紐で結束していきます。ラウンドタイプのブーケの出来上がり。